ギリチョコ、ぜんざい、どうかな。今季節的には合ってないけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、ってことでマンション見てこう。お、若き君、まだ部屋に何もない。ちょ、いろいろとプレゼントしますか。若きです。笑顔に合う男も心がけています。いいと思う、口角も上がっとるし、よき。人の言うことは素に信じるタイプです。それはちょっと心配だな。純粋なのはいいことだけども。だってお腹はなんか結構いっぱいそうやったね。それじゃあタンクトップ、カーゴパンツ。あ、いいねいいね。はい、どうぞ。このズボンの色いいね。まあまあ気に入った。よかったよかった。てかさ、もうすでに、何？いろいろと、服屋さんとかがさ、あ、現実のね。現実の、めっちゃ、なんていうん、秋物の服とか、めっちゃ増えてきてない？てかメインになってきとるよね、今。秋物の服メインで、なんか夏物の服がセールとかになっとるやん。早くない？めちゃくちゃ早くない？石氷スタイルで。どうぞ。ヒヤッと。いや、夏物がセールになってさ、まあ今現在必要なものが安く手に入るのはいいと思うんやけど、なんかちょっと前にさ、おもちゃ売り場を見よった時に、まあ近くに子供服とかがあるわけよね。見ていきます。そこでなんか、ねえ、お母さんらしき人が、水泳バッグが欲しいんですけど、みたいなことをお店の人に言っていきよったら、季節物なのでもう置いてないんですよ、みたいな。早くない？え、早くない？季節物やけん今いるよね。まだ全然プールで泳ぐと思うんだけど。良さそうです。まあ、その店だけなんかもしれんけど、良さそう。めちゃくちゃ冷気ガンガンって感じ。白い。大事にします。安くなっとるのはいいけど、その分やっぱガンガン売れるけんさ、なくなるんよね。で、多分追加の仕入れとかはないってことなんやろ。もう追加は秋物ってこと？早いって。まだそんな暑い格好とか見たいわけじゃないんよね。ねえ、今まだそういう暑い格好じゃなくってさ、ちゃんと今現在の、夏物をメインで置いていただかないと。イベント系をさ、なんかどんどん先取っていきよるっていうのは、まあ、前からね、コンビニで働きよっても分かっとったけども。麦わら帽子、いや、服もそんなバン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 先取られるとね。すごく気に入った。よかったよかった。お、レベルアップ。なんかあれだな、この、なんていうん、服とズボンだけやったら、そうでもなかったんやけど、この麦わら帽子を合わせることによってなんか、庭仕事とかしてそうな感じになってない？なんかそんな感じになってない？バレエ入門書。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。よし。もう最近暑いけんね。ちょっと外に出かけてさ、ちょこっと歩いて帰ってきたら、もうなんか全然、顔真っ赤やし。暑すぎるよ。踊ってる踊ってる。だって命の危険が、みたいな言われるやん。不要不急の外出は控えましょう、みたいな。コロナ禍でよく聞いた文言。お、怒ってらっしゃるのか、赤花さん。え、待って、入らせて。え、もしや出かける？おい、今私が入ろうと思ったのに喧嘩しに行ったんやないん、どっか。この辺か？いや、違うな。こっちでもないな。ここでもない。リボちゃんは喧嘩じゃないんよね。あ、ここに来ている。うわ。やってやらんと気が済まんってなって家出て行ったんかな。ことはとりあえず二組ぐらいか？喧嘩は。今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした。
まあ、でもコロッケで機嫌良くなってくれるってことはもう分かっとるけんね。はい、仲直りしてください。あかりちゃんって言った？さっきおったのあかりちゃんやったかな。なんか、違ったくない？コルピックさんじゃなかった？3組か。そうめんじゃない、コロッケ、コロッケ、コロッケはこっちか。コロッケ、どうぞ。いただきます。これで宇宙まで飛んでいってください。あれやね、初雪さんは服装と家のインテリアとなんかあった感じするよね。まあ、家の中でその帽子はいらんと思うけど。と季節感的にはちょっと暑いけど、秋冬ぐらいの感じよね。冬にしたらちょっと薄いかな。まあ、でも最近冬服でもさ、見た目薄い感じの冬服めっちゃ増えてきてるよね。薄く見えるんやけどめちゃくちゃあったかいっていう。だってあれやん、男の人知ってるかどうかわからんけど、女の人やったらわかると思うんやけどさ、あのタイツ、あの実は履いたらめちゃくちゃ分厚くってめっちゃあったかいんやけど、なんか透けて見える素材のタイツあるよね。あれってどういう仕組み？いまいちわかってないんやけど、あれすごいよね。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。見た目寒そうやけどね。でもあれめっちゃ透けとるけどさ、めっちゃ裏起毛なんよね。すごくない？あれって肌色透けとるように見えるだけ？実際に透けとんかな？持ってないんよね。実用品スライドパズルをもらいました。ありがとう。悲しくても涙は人に見せません。私結構なんていうんやろ、そういうシアー系よりマット系のタイツの方が多いけんさ、持っとるやつ。しかも大抵ズボンの下に履くけん。カルピックさん入ります。めっちゃ和な感じ。今ちょっと不機嫌です。まあまあ落ち着け。ガイタンと喧嘩しました。ガイタンくんか。ガイタンくんまだ見かけてないな。一軒家の方か。仲直りして。このイライラも沈めてください。待って、なかったよね。ないね。ギリチョコ。ぜんざい。どうかな。いただきます。今季節的には合ってないけど。どうかな。マジで？まさかの？まさかの？すごい偶然やん。出てなかったのに。大好物だった。ミラクル起きた。やったね。やっぱ、そういう和のものが好きなのね。トンボ柄や、トンボ柄。着物も浴衣もずっと着てないけんな。最後に着たのいつや。成人式か？振り袖。何？ダメ？こちらこそごめんなさい。よかった。よかったよかった。なかなか着んよね。浴衣ぐらいやったら自分で着付けれたらいいんやけどね。難しい。なんかあっという間にほどけてきそうやもん。めっちゃきつくせんといかんやん、あれ。でもそしたら食べ歩きとかがな。夏祭り限定で話すけど、ちょっと。まあ、和のものって言いながら今から買えるんですけど、重ね着カットソー。全然和じゃなくなった。はい、どうぞ。でも今の格好似合っとんやけどな。いつもありがとうございます。普通になったね。これからのお返し。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。なんか一着でさ、重ね着しとる風の服みたいなのあるやん。ああいうの昔から好きなんよね。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。なんかとりあえず1枚適当に着たらそれっぽく見えるっていうのが中学生くらいから結構好きなんやけど。みんながいいっていう映画、私大体さ、あの Hulu とか Netflix に配信されてから見よるけんさ、
あ、でも、あの父親とアスムは結構映画見に行きよるイメージあるな。おーっと、まだ喧嘩続いてる。長くね。あー、貴重品がいっぱい。傷つくよ。ペンダント、ごめんなさい。すいません。落ち着け落ち着け、見てたけど。じゃあこのイライラも沈めてください。お、トウモロコシだね。これで今回喧嘩してる人たちは全員ご機嫌には治るわけだね。トウモロコシってどこや、こっちか。トウモロ、ん、トウモロコシ虫やない。え、トウモロコシどこ、こっち。トウモロコシこっちなんや。あ、まあそっか、洋食。洋食。はい、どうぞ。和ではないか。え、うん、わからん。トウモロコシ、こないだ近くの畑になっとるの見た。こないだってか昨日かな。うまーい。2回目。うまーい。よし、これであとは仲直りできるかどうかやね。リアルタイムでめっちゃ喧嘩しよったけん興奮しとるかもしれんけど。仲直りしてこようと思います。これってこの私とのやりとりの間に赤鼻さんはすって家に帰ってるってこと？どういう状況？さあ仲直りできるだろうか。え、どう？こちらこそごめんなさい。おお、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。イエーイ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。限界を決めるのは自分なんだと思います。かっこいい。お？やっほい。やっほい。陽気やね。はい、それじゃあみんなに募金を募りましょう。多分全員これで仲直りできたと思うけん。いや、多かったな。今日は27,100円集まりました。ありがとう。はい、そして、ミニュース見てこう。5時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。ロックフェスティバルで、あゆなじまフェスが開催。ということで、あゆなじまフェスが開催されました。ザ・ペペロンチーノズやレジェンド・オブ・ワカキなど、有名アーティストが参加され、来場者数は延べ5万人を超えたとのこと。もうあれなんやろ？ライブとか、そういうのの、声出し解禁したんよね。あなたたちも大変ですね。はい。でもな、ああいうの暑い中集まるのがいいんかもしれんけど、でもそろそろさ、もうなんか気温が尋常じゃなくなっとるけんさ、やっぱちょっとなんかね、命を守る方法を考えた方がいいよね。夜市？マジで？めっちゃ明るく見えるけど、夜やったんか。はい、買っていきます。いらっしゃい。毎度あり。さあ、一つ目の中身。お宝、折り鶴が入っていました。そして二つ目。お、インテリア、カントリースタイルが入っていました。いいね、かわいい。はい、三つ目の中身。帽子、カラー帽子が入っていました。また来てね。カラー帽子、カラー帽子って要はあれよね、赤白帽とかってことやろ。あれって赤白帽以外にあるってこと？あ、別にあれか、カラー帽子あれか。なんて言うんやっけ、どっちも、あ、リバーシブル、リバーシブルっていうわけじゃなくて、普通になんか
幼稚園児がかぶっとるような帽子のこと、よくわからんな。自分でいいよってわからんくなってきた。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやにしても今回のコルティックさん、あれやね、好物出たのは良かったね。大好物。